着いた。これはですね、加本鉄道というものがあったんですけど、それが廃線した跡地になります。そこがサイクリングロードになったんですけど、鉄道が好きな鉄道、鉄子さん、そして自転車が好きな人にバシッと刺さるんじゃないかなと思います。今回ですね、僕と一緒に走ってくれる相棒がいらっしゃいます。職員さんのももちゃんです。お願いします。これから一緒に YouTube 頑張っていくんで、これからもお願いします。じゃあももちゃん、今日頑張ろう。その前に自転車を借りに行ってみよう。桜湯に来ました。でここ桜湯の観光案内所では、レンタサイクルをやってるみたいなんで、今日は自転車をこちらで借りたいと思います。こんにちは。スタートします。イエーイ。ゆうかファミリーロードは熊本市の谷山橋をスタートとし、この山鹿市の鍋田橋をゴールとします。今日はウッチーたちはこの山鹿市の鍋田橋をスタートし、熊本市との境目であるこの奥長までを目指して自転車で駆け巡ってもらいます。では本編どうぞ。山川大橋を越えましたね。越えましたね。ちょっと天気がちょっともやかかってるんで見えないですけど、普段は阿蘇山までバッチリ見えるんで、ここめちゃめちゃおすすめスポットです。また先へ進みましょう。そう。行きますよ。はい。ただいま山が山が。もうなんか駅みたいなとこある。これ見て、駅の表示みたいじゃない？おお、じゃあやっぱ駅だったんかな。うん。なんか誰かいる？うち、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、うち、ももちゃん。ここはどういう場所か知ってるかな？ここが昔あの加本鉄道って言って、大正6年、1917年ですので、106年前に開通した鉄道の、跡になります。ただここの場所っていうのは、もともとこの先に山鹿駅っていう駅があったんですけれども、そこまで鉄道が伸びてきたのは大正12年で、今から、ちょうど100年前に、この辺りまで伸びてきたことになるんですね。鉄道がもう今はすっかりあの様子が変わっていますけれども、昔はこの地域の人たちの、足としてですね、この鉄道は植木までつながっていたんですけれども、最初に植木から、肥後豊田というところまで。この先にもっと景色がいい場所があるので、はい、行ってみてください。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。山鹿市から熊本市まで続く自転車の道は、かつて山鹿温泉鉄道、通称加本鉄道が通った後、今ご覧の景色は田園の中を走り抜けた線路の軌跡をゆっくりと望むことができる、まさにかつて車窓から見えた風景に会える場所なのです。次は分田。分田。おもちゃん、救急車あるよ。もう無理だ。きついね。もう進まん。もうだいたい1時間ぐらい走ったけ、ちょっとちょうどいいかもしれんす。休憩しよう。お手洗いもあるし、行ってきていいよ。はい、じゃあなんとか熊本市内まで来ることができました。1時間ちょっとぐらいかかって、まあなんとかここまで来たんですけど、まだ熊本市の方でずっと続くんで、サイクリングロードは。で、今日はちょっとまたまたお時間の都合でちょっと行けないんですけど、僕ロケハンでは行ってるんですよ。
行ってましたね、そういえば。はい、ちゃんと熊本市からスタートして山ヶ島まで行ってるんで、はい、そこの頑張りは普段車なんかじゃ全然見れない景色とかそういったところに触れ合えるのでとてもね、気分がいいですね。どうだったですか？小学生ぶりに自転車に乗ったんですが、やっぱ気持ちいいです。まあ天気いい日なんかは皆さんも気分転換でちょっと久しぶり自転車乗ってみたらどうかなと思います。じゃあヨヘホチャンネルのゆうかファミリーロード紹介はここまでとさせていただきます。皆さんバイバイ。そういえばなんですけど、はい、これなんでずっと繰りつけとんすかね。それはですね、はあ、山菓子が西日本一の栗のなんとか焼き。ちょっとセリフ感やばくない？大丈夫。